直せるよ。話がしたいだけ。外で待つつもりよ。今週末は何するの？ここの方は安全だよ。現地はないんです。もうは閉まってました。父は医者だったんです。泳ぎに行きたかったな。ひっそりとした夜だった。やってみる価値はあるよね。夕日を見るのが好きなんだ。食べ物があまりありません。お家にスカンクがいます。このお金って、全部あなたの。雨が止むまで、車にいましょう。本当にほうれん草が嫌いみたいね。もっとお金があったら、買えるんだけどね。海に行くんだったら、日焼け止めがいるね。手紙をもらったら、すぐに返事を書くようにしているんです。